小高健太郎の場合とかはもうあれ生活保護でしょ、だってだから自分が取れないと思ってんだよね。で、あの弁護士も雇ってないし、宅建士持ってるから、まあ、成年後見人制度で裁判所でしてもらえば成年後見になれるよみたいな感じでさ、まあ、そのだから人の裁判にも出れるんだよってことを言った代理でね、訴える方でも訴えられた場合、あの原告でも被告でもね、両方の立場であの成年後見人だったら両方の立場であの代理で出れるよって言ったじゃないですか。そういうことを言ったら、なんかその小田健太郎は弁護士にも太刀打ちできるかなんか、なんか自分の YouTube の名前変えてきましたよね。宅建士持ってても生活保護を受けてるやつに後見人なんか頼まないでしょ、だって賠償になった時に生活保護だから払わなくていいと思ってるんでしょ、あれ。まあ、俺も憶測だけど、まあ、絶対そうだなと思うけどね、俺もね。もともと知らないし、そんなね、俺はさ、そのオタク健太郎自体のことを知らないから、俺はね。ずーっとなんかねちこく俺の YouTube を見て言ってきて、俺がなんかうぜえよって言ったら、その裁判してくるみたいなさ、はい、しめしめみたいな感じなんじゃないですか。で、それを、あの、根性がまず気に入らないし、ね、意味、あの、それで裁判にしたかったら、なんで俺が行かなきゃいけないんだって感じじゃないですか。